こんにちは、清高さん、はい。まあ、ベイスターズはね、今年下克上からの日本一というのは果たして選手たちも、はい、コーチ、監督もこういい気分に漂っているところだと思うんですけれども、 その DeNA が補強に本気出してきたということがファンの間で言われています、うん、はい。まずバウアー投手の獲得調査に再調査に乗り出したという記事が出ました、うん、さらに中日のライデル・マルチネス投手も獲得意欲を見せていると、はい、カープの栗投手は手は今挙げてない状態なんですが、FA 濃厚かもしれない、そうなった場合取りに行きますよ、調査です。そして中日、これも高橋周平選手もちょっと調査に乗り出したということで、本気出してきたと、補強に。まあその中の数人だろうな、数人たりとか取れるといいなって思ってるんじゃない、うん。まあ、全部が全部はもうお金のこともありますし、ああ、それもちろん無理ですよね、はい。まずはバウアー投手、これはやっぱ本気で取りに行くだろうな、うん、来るんじゃない、来そうですか。もうメジャーはもう無理でしょ、ね、そこまでお呼びがかからないと、うん、もう力技でもうドジャースが取りに行くか、はい、もう一回ちょっと批判覚悟ねみたいな感じですか、うん、もうみんな許してやってくれる、うん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 、大谷の陰に隠れて影武者のようにそう、まあ、ドジャースもねちょっとピッチャー陣苦しいは苦しいので、いやそうそうそう、いやだから欲しいだろうなと思うんだけど、うん、なるほど。ベイスターズはバウアー側にちょっと単年で10億を用意しているというふうなのも出てますので、はい、まあいいお金はもちろんバウアーには用意するよ。いやまあまあそりゃそうだね、うん、ただやっぱり年齢的なことも考えての単年っていうことなんですかね。そこはバウアーが単年っていうことを要求してくるんですかね。まあオプションとしたら、うん、メジャーから声がかかったらすぐ行くよっていう、うんうんうん、まあそういうオプション契約があるかもからね。ああそうか、つけるかもかな、バウアー側はね、うん、だからまあ1年だと1年でいいんじゃない、うん、1年更新にしましょうよみたいな、うん、それでいいんじゃない、お互いに、お互いに、うん、豊さん的には戻ってくる可能性高いなと。いやメジャーでできないんだったら、うん、もうやっぱり日本でやった方が待遇もいいだろうし、うん、まあ、お金も含めていいのかなっていうふうには思うけどね、はい、そうですよね。なんか横浜がねベイスターズが優勝した時もなんかあのお祝いコメントみたいなのも出していたようなので、だから日本が嫌いだっていうわけじゃなくて、うん、メジャーに行きたいというだけの話でさ、はい、どっかで野球やるとしたら、まあ、もう来年はメキシコじゃなくて、うん、おそらく日本だと思うけどな。他との交渉もするかもわからないな、可能性としたらありますよね。ソフトバンク、まあ、お金のあるソフトバンク、ソフトバンクもそんな取れないよお前外国人枠があるあそうか、でもどこがバウは欲しいですかね。いやそれは日本ハムだと欲しいでしょ。あ、まあ、欲しいですよねそれ。いやどこも欲しい、あのピッチャーですから。今シーズン10勝0敗ということで負けてない、メキシカンリーグで、うん、横浜愛もね強いので、まあ そうだね、そのあたりはマネーゲームというよりかは留守の DeNA に返ってくるのかなっていう気もしますが、まあそうだね、うん、さあ続いてライデル・マルチネスも取りに行くのかなという、まあ、それ欲しいよね。欲しい。いや、やっぱりいた方がいいよね。これやっぱり後ろになると森原投手が8回、森原とかね、うん、8回になるし、うん、まあ、伊勢が7回になるし、うん、ってなってくるともうなんかそこら辺は完璧になってくるよね。そうですよね。だって浜ちゃんがいる中にね、坂本がいる、はい、ってなるとやっぱ左もいるし、はい、その後ろに強力なんかいるし、うん、心強い。そうですよね。ってなるとやっぱり来シーズンリーグ優勝、さらに日本一に向けて欲しい補強では、いやそら欲しいよ、どこだって欲しいよな、ね、戦ってるから、うん、ライデルがどういう印象を DeNA に持ってるかだよね、うん、ああいうところでやりたいなとか、うん、憧れみたいなのがあるんだったら、うん、なんか話はまとまりそうだし、いやお金だって言うとちょっと厳しい、うん、なる可能性はあるよね。そうですよね。なんか中日がちょっと置いていかれてしまってるような状況なのかなって。いや中日がだからそこまで出せるかどうか、出すかなっていうことですよね、うん、そこです感じはあるよね、はい。さあそしてカープ、はい、クリ投手がもしかすると FA 濃厚化なんていう記事が出る中で DeNA が調査しに行くと、うん、タフだからね彼は。そうですね、タフさは魅力だよ、うんうんうん、で必ず中でローテーション守って、ね、まあそうだね、まあ、広島の暑さよりは横浜の暑さの方がまだいいよ。まだ風も吹きますし、そうそうそう、いやおいでっていう感じ、ね、おいで、うんうん、おいでみたいな感じだね。栗投手はどうなんでしょう、手を挙げる可能性っていうのは。いやどうやろうな、うん、でも広島の選手って意外と過去見てもピッチャーの人は動きたがってるよね、うん、いや結構動いてるっていうイメージが強いけど、
まあ、最近は広島に残るとか、はい、家族だっていう風な感じで、まあ、残るケースもあるだろうけども、うん、どうなんだろうな栗は。どうなんでしょう。ただその栗投手が濃厚かと同時に一番最初に名前が出てきたのが DeNA 獲得調査だったので、いや魅力あるよ、うん、やっぱタフさがあるから、はい、うん、故障が少ない選手なので、ね、うん、すごく魅力はある。ってなると例えばバウアー投手も取りました、栗投手も取りましたってなると、例えば先発ローテにはバウアー栗投手が入ってきて、栗はねどこでもできる、だから中に入れてもタフさ発揮してくれるだろうし、はい、おそらく先発で使うと思うけどね、うんうん、そうなってくると東投手いて大貫投手いてとか、まあ、ジャクソンがいて、ジャクソンいますよね、ケイもいて、もうそんなに外国人登録できないからさ、もう外国人だらけになっちゃう、外国人だらけになりそうですけど、いやだから誰かは10日に1回しか回れないとかバワーはもう中4日でぐるぐるぐる回っちゃうから、そう なのでバワーはジャクソンと K は10日に1回になる可能性があるなるほどな。あと栗投手他にももちろん DeNA 以外にも行きそうですね。いや人気はあると思う、ね、やっぱ故障が少ないっていうのが、うん、やっぱ名馬だよね。いいですよね、うん、ちょっと打ってくれれば勝てるというね、はい、ある程度クオリティスタートはしてくれるという、うん、安心感あるよね。ありますよね、うん。さあそして中日の高橋周平選手、はい、まあ、野手は、まあね、この中では1名になりましたけれども、まあ、中日から FA するのではないかということで、まあ、取ってても面白いよね、うん、これはまあサード、まあ、そうだね、うん、まあ、宮崎の後釜とか、はい、まあ、併用だとか、うん、宮崎も体力的にはだいぶきつくなってきてるだろうから、うん、まあ、3分の1ぐらい出てくれるような選手がいてくれるといいよね、うん、そうですね。だからまあ周平なんかは守備はもう、ね、うん、任せてられるし、うん、宮崎がまあ勝ってる試合で降りたとしたら、はい、周平守備固めでもいけるし、そうですね、うん、まあ、ファーストも周平だったらできるだろうし、うん、取っといて損はないよね全然、うん、そうですよね、うん、逆に中日っていうとサードっていうと今やっぱりね福永選手がいたり、はいはい、まあ、石川高谷選手もいたりとか、はいはい、やっぱりどうしてもその中でスタメンの機会が薄れていってしまうのかなっていう、まあ、どういうふうに考えてるかだよね、うん、まあ、新監督が、はい、いや周辺はサードで使いたいとか石川をファーストにしたいとか、うん、まあ、いろんな構想があるだろうけども、まあ、それが見えるか見えないか、はい、周辺に、うん、まあ、それによってじゃないの、いや俺なんか使われるみたいなと思ったら、うん、あんまり環境変えたくないと思うだろうし、俺は相当頑張らないとって思うんだったらもう移籍してもう一からやった方が、はい、まあいいだろうしな。高橋周平選手にとってその球場の広さとか形状から言うと、いやそれはさ、うん、バッティングのスタイルでから言えば打つ選手だからさ、もともとそれは狭い方が彼にとってはやりやすいと思うよ、ハマスタの方が、そりゃそうだよ、うん、そりゃさバンテリンで入れるってやつは相当ほんと缶のピキじゃないといけないいかないからな。いやだからそれはやっぱこう横浜スタジアムの方がそれはちょっとリラックスしては入れるよな。そうですよね。あとは DeNA 側としてもやっぱりどうしてもサードの宮崎選手がサードのポジションから、はい、例えば途中で退いたり怪我で退くと同じようなこうタイプの選手が今サードにいないと、まあ強打選手が入ったりとかもありましたけれども、まあそうだね、そうするとやっぱ高橋周平選手がより近いっていうのはありますかね。やっぱりより打てるっていうことを考えるとさ、うん、それは周平のバッティングっていうのはまだまだ捨てたもんじゃないし、うん、俺はものすごいチャンスがあると思う。移動ゲームの時はもう周平行くとかさ、はい、疲労も考えながら休ませながら、うん、やっぱり1年間持たさなきゃいけないし、はい、で怪我でぽっかり空いた時にはやっぱこう戦力ダウンするっていうんじゃなくて、うん、まあ、周平だったらある程度埋めてくれるっていうことを考えるんだったら取りたい、ね、はい、そうですよね。で宮崎がまあ引退ってなると、はい、やっぱ周平がそこに入ればいいし、確かに打順にしてもそこにすっぽりスライドできるように、まあそうだね、まあ5番を打たしてもやっぱいいし、うんうん、やっぱね、周平使うんだったら6番でっていうんだったら6番も任せられるしね、うん、はい、周平はバッティングはいいんだよ、ただそのやっぱ自分が打たないと勝てないとかさ、うん、まあ、過度のプレッシャーがあるから中日だとね、はい、うん、まあ、ここのとこ打ってくる来てるからあのいいかもわかんないけど前まではそうだったよね、より多くのプレッシャーを感じながらやっぱ打席に立ってたから、はい、横浜だったら誰か打ってくれる、そうそうそう、強力打線だからいや誰か打つだろうみたいな気楽な感じになってくるよね。そうするといいかもしれませんね。 いいと思うよ、まだまだ捨てたもんじゃないって周辺のバッテリー、そうですよね、やっぱりいいものを持ってるから、
ですよね。まあね、DeNA が本当に今シーズンオフ大型補強にちょっと動き出すということで、はい、本気度がすごいな、一気に本気すごいですね。もう当たるぜみたいなね、なんか日本一連覇っていう意気込みが、いや可能性があるよね、すごいですよね。あの最後に、はい、豊さんの中で今、まあ、あのいろんな外国人選手、日本人選手、そして阪神の岩田選手投手もそうなんですけれども、誰が優先順位的に取っていくべきか、豊さんだったらこの優先順位で取っていくよっていうのを教えてもらってもいいですか。まず一番最初に絶対取りたいの、まずライデルだろうな。あ、ライデルか、やっぱ抑えだ、抑えか、あそこがしっかりしておけば取りこぼしがなくなるから。そうか、私バウアーって言うのかなと思ってたんですけど、いや2番目にバウアーだよ。1位ライデル、2位バウアー、うん、はい、で3バウアーって時として和を乱すような言動態度があるんだよ。そうですね、ちょっとね、それと YouTube 回したりなんかあったり、はい、いやだからそういうのがちょっとなって思う節があって、うんうん、はい、ファイティングスピリットだとかさ、はい、あ、そういうのはすごいものがあるし、うん、今回優勝したのも、うん、バウアーの投げる姿、うん、ああいう闘争心、はい、やっぱマウンドで必要なんだっていう勉強になったと思うんだよね、ピッチャーたちは。そうそう、だからバウアー2番目、ね、2番目、3番目が高橋周平、うん、周平か。阪神の岩田投手あは、はい、こう自由競争じゃない、はい、岩田って、まあ、他のも自由競争かもわからないけど、うん、マネーゲームには多分ならないと思うんですよ、うん、岩田はね、はい、岩田はちょっと別問題、ちょっとあの別格というところなんですね、来てくださいということだよね、やってみるかいみたいな、来るかいみたいなそうです、ちょっとライトな感じですねそんな感じ今話した人たちとはちょっと違う色分けしときたいな。確かにあの大型補強のあの選手たちはちょっとお願いして金額を乗せて乗せてっていうことになってくるわけですね。まあそうだね、うん、なるほど。まあ豊さん的にはライデル、バウアー、そして高橋周平選手、栗投手、さあこの中から一体何名 DeNA が、はい、取れるのか。 DeNA 人気だからね、やっぱあの自由な感じでも強いっていう誰が勝手に自由やんあのなんかこう和気あいあいとした、和気あいあいな、うん、まあ、そう見えるといいけどな、うん、見えてんだね、うん、っていうなんか感じがしますね。さあ何人が入ってくれるのか、はい、はい、注目です、はい。